なに手伝ってほしいことがあるの。手伝ってほしいこと？私たちでできることならいいけど。この紙に書かれてある指令に従いながら屋上まで行ってほしい。指令って何かの実験？実験なのかな。遊園地のイベントで使うアトラクションのテストだから。え？なぜそんなことにリナが関わっているのですか？親戚からお願いされた。たくさんの人の感想を聞きたいから協力してって。そういうことだったのね。でも遊園地のアトラクションを先に体験できるなんてちょっと面白そう。それに誰よりも早く遊べるってことでしょ。お得。ワクワクするね。でもそういうことならもっと人数がいた方がいい？ほのかちゃんたちも呼ぼうか？それならルビーも花丸ちゃんとよしこちゃんを呼びたいな。ずるい。かすみも先輩を呼びたい？このアトラクション5人1組でゴールを目指すものなの。だから今日はここにいるみんなにお願いしてもいい？一応テスト段階まで来てるけど、みんなの反応次第でバージョンアップさせたいんだって。だから次のテストの時もっとたくさんの人にお願いしたい。わかりました。そういうことでしたら今日のところは私たちでテストをお手伝いしましょう。あとこのアトラクションが完成したら遊園地でお披露目会をするときに呼んでくれるって言ってた。だからその時は手伝ってくれたみんなを呼ぶね。やったー、さすがリナ子、太っ腹。楽しいことはみんなでやりたいもんね。お披露目会にも呼んでもらえるなんて楽しみだな。では早速やりましょうか。紙を見せてください。はい、どうぞ。なんて書いてあるの？屋上までの道順とチェックポイントですね。オリエンテーリングみたいなものかな。指令が難しいことじゃなくてよかった。ちょっと見せてください。ふんふん、この学園に通ってるカスミンがいればこんなの楽勝ですよ。皆さん案内しますね。この学校とっても広いからカスミちゃんがいてくれてよかった。ふふん、カスミンは道に迷ったりもしないし、近道だって知ってるからルビーちゃんはカスミンについてきてくれればいいよ。近道はしちゃダメ。あれ？廊下が真っ暗？これもアトラクションの演出なのですか？そう、アトラクションを楽しんでもらうための大事な演出。なんだか暗いとそれだけでドキドキしちゃうね。ふう、安心してください皆さん。このカスミンがいれば暗くても迷うことはありませんから。カスミちゃんがいてくれて本当に心強いわ。ただし一つカスミンとお約束してください。カスミンに助けてもらったお礼に、皆さんがスクールアイドルとして工夫していることをカスミンに教えると。工夫していること？構いませんが知ってどうするのですか？スクールアイドルのさらなる研究をしたいっていうか。なんて、皆さんの秘密を研究して取り入れて
カスミンが今よりさらにハイパーミラクル可愛いスクールアイドルになっちゃうんです。ギャッ、うん、どうしたの？なんか今変な音が、音っていうか声がしませんでした？声？みんな聞こえた？いえ、私には何も。子供の声ですよ。なんか助けてとか、怖いこと言わないでよ、かすみちゃん。助けて、行かないでって。みんな聞こえないの？今特定の人に向けて超指向性のスピーカーを使って声を出力してる。このスピーカー私が作ったの。リナちゃんボード、クフフ。これリナ子がやったの？うん、ちゃんと成功してよかった。アトラクション期待できる。リナちゃんボードキラキラー。ねえ、アトラクションってもしかして？もしかしなくてもそうなのでしょうね。廊下が暗かったからちょっと予想はしてたけど、やっぱりそう？そんな、リナちゃん、ルビーたちに手伝ってもらいたいアトラクションってやっぱりそのお化け的な？うん、お化け屋敷。最新の技術を集結させて今までにないリアルをとことんまで追求してる。まさかお化け屋敷だなんて。知ってたら断ったのに。怖がりな人のデータも欲しいからルビーちゃんは外せない。リナちゃんボードキリリ。キリリじゃないよ。所詮種も仕掛けもある偽物だよルビーちゃん。それが分かってれば怖くもなんともないもんね。そんな震え声で言われても説得力に欠けるのですが。でも自分にしか聞こえない声だなんて怖い。お化け屋敷なのですからある意味それで正解なのでしょうけど、小さな子には刺激が強いのでは？大丈夫、年齢制限のあるアトラクションだから。ということは並大抵のものじゃないってことだよね。すごく怖いの作ったよって言ってた。くぅ、そんな頑張らなくても。今のはただの風の音、アトラクションとは関係ない。びっくりした。かすみも悲鳴を上げていましたが、聞き慣れた音なのでは？皆さんの声に驚いただけです。かすみちゃん、怖いなら怖いって言っていいんだよ。みんな怖いんだから同じだよ。次、そこの教室に入って。もう次の怖いやつ？これは、所狭しと日本人形が並んで、
さすがにこれだけあると不気味ですね。もう出ていい？見て、人形の瞳、私たちの動きに合わせて動いてない？しまいました。これは作り物って思えばなんとか耐えられる。怖いけど。欲しかったリアクションがない。やっぱり動かないのは弱い。合図って笑いながら近づいてくるように改良してもらうね。そんな改良しなくていいよ。もうさっきみたいなのはないよね。うわぁ、坑道の中まで真っ暗。徹底してる。しなくていいのに。やるからには全力。リナちゃんボード、モン。果たしてここでは何が飛び出してくるのか。できれば何も飛び出してほしくないけど。あのね、次に行くところは。これはさすがに。さすがに。あの、少し休憩にしませんか？叫びすぎて喉がカラカラだよ。かすみ、その前にトイレ。なんか思った以上に疲れちゃった。ルビー、まだ怖くてお姉ちゃんに電話したいよ。カスミも先輩に電話したい。みんなすごくいいデータが取れてる。あとちょっと頑張ろう。ルビー、もうあんまり頑張れないよ。作り物と分かっていてもやはり本気で驚いてしまいます。最近のお化け屋敷はすごいのですね。最新の技術を集結させると言ったリナの言葉をかみしめています。お化け屋敷が完成したらすごく怖いって評判になりそう。海さん、小鳥さん、ありがとう。でもやるならもっと上を目指したい。お化け屋敷の完成予定はいつ頃なの？早くても半年は先みたい。そうなんですか。これだけの技術が集結しているとなると怖いけれど完成が楽しみですね。完成したらみんな招待するから。どうかお気遣いなさらず。
今度は何だろう。多分奥にある箱が関係してるんだよね。すごくわかりやすい。ここではあることに挑戦してもらいます。嫌な予感しかしないけど、だいたい予想はつくね。あそこにつづらがあります。中に悪霊が封じられているというつづら。でも封印が不安定で、いつ飛び出してくるかわからない状態。悪霊が暴れ出す前にこのお札をつづらに貼って封印をしてもらいます。つづら？やっぱり嫌な予感するから、カズミン絶対嫌だ。これお札を貼った瞬間につづらの蓋が開いてってやつだよね。ふーん、私は遠慮したいかも。ルビーも無理。正直私もあまり気が進まないな。仕方がありませんね。びっくりさせるタイミングが分かっているのなら、まだ心の準備もできます。私がやりましょう。お札を貸してください。はい、頑張って。心の準備はできているつもりですが、いざとなるとやはり躊躇してしまいます。海先輩、あれ絶対ガタガタって動いて中からお化けが飛び出してくるパターンですよ。脅かさないでください。見てるだけで緊張するよ。気をつけて、海ちゃん。行きます。あれ、何も起こらない？まさかの思わせぶりなことしといて何もないパターン？何も起こらないというのであれば、それに越したことはありません。それでは先を急ぎましょう。何？天井、壁にも無数の目が！プロジェクションマッピング、やることの規模が大きすぎます。怖すぎるよ、リナちゃん。はぁ、なんだ、もう気が遠くなったよ。それにしても屋上ってこんなに遠かった？リナ子、何かしてるんじゃないの？さすがに建物の広さを変えるのは無理。体感の問題。体感大事かも。目も。熱心だね、リナちゃん。あと少し、ゴールはすぐそこ。それならいいのですが、さすがに驚きすぎて体力も限界間近です。驚きすぎて体中が痛い。ゴールまであと何個仕掛けがあるのかな。なんだか肌寒くないですか？確かにひんやりしてるかも。これっておかしくない？先ほどからおかしいことの連続ですが。そうじゃなくて、見て、冷気で廊下が白くなってるんだよ。本当だ、いつの間に、まるで霧みたい。
。次は何が起こるの？どうしたの、ルビーちゃん？後ろがどうし…いやー、なんですかあれは。で、天井から女性が逆さにぶら下がって、こっちに向かってきてる。やだ。無理、これ本当に無理だよ。なんですかあれ、体が透き通ってますよ。どんどん近づいてくるよ。逃げましょう。さあ早く。腰が抜けて立てない。リコ、肩につかまって、全員全力で振り切りますよ。ここは屋上？ゴールですか？やっと着いた。怖かったよ。かすみ、もう走れない。ルビーも。リコ、大丈夫ですか？大丈夫なのか大丈夫じゃないのかわからない。みなこ、最後のあれどうなってるの？廊下に充満させたドライアイスの煙をスクリーンにして動画を投影した。作り物だと分かってても怖いものは怖いよ。みんなのおかげで貴重なデータが取れた。ありがとう。疲弊はしましたが、リナのお役に立てたなら何よりです。うん、求めているレベルに達するには多分まだ調整が必要。バージョンアップしたらその時はまた手伝って。絶対無理。ちょっと怖いくらいのお化け屋敷ならカスミン可愛く怖がれるけど、これって全然そういうの無理だもん。そんなに怖かった？カスミンが可愛くすることを忘れるくらいに怖かったんだから相当だよ。かすみちゃん、ルビーより怖かったのかもしれない。普段過ごしてるところであんな怖い目に遭うのも、怖さが私たちとは違ったのかもしれないね。確かにそれはありそう。そっか、ごめんね、かすみちゃん。りなちゃんボードション。大丈夫です。こんなことを言っていますが、かすみは友達思いですから、次もきっと付き合ってくれますよ。そして次回は私の代わりにほのかを誘うといいでしょう。さらにいいデータが取れます。あ、うみちゃん、参考までにみんなどれが一番怖かった？どれも怖かったけど、一番って聞かれたらやっぱり行動のあれね。確かに群を抜いていましたね。全身ずぶ濡れでボロボロな人たちが這ってくるのを見た時は一瞬で血の気が引いちゃった。ああ、聞こえない。ルビー、あんなに速く走れたの初めて。作り物とは思えない恨めしい表情がまた生々しくて、
思い出しただけで震えがこみ上げてきます。うん、あれはさすがに怖すぎるからアトラクションから外した方がいいかも。え？行動にそんな仕掛けは用意してない。どういうこと？え？二人は遊園地とか興味ある？ある、好きだよ。好きだけど急になんでそんなこと聞くの？あ、かすみんたちと一緒に行きたいってこと？うん、ちょっと親戚の人が遊園地のアトラクションを作る仕事をしてて相談されてるの。お手伝い頑張れば招待してくれるかも。絶対手伝う。ルビーちゃんも手伝うよね。みんなで行こうよ。お手伝いなんてできるかな。でも遊園地には行ってみたいな。ねえねえ、今遊園地に双子コーデで行くのが流行ってるよね。知ってる？双子コーデ？お揃いってことかな。そうそう、みんなでお揃いのスカートとかパーカーとか着るの。かすみん、それやりたいな。わあ、ルビーもやりたい。私もひなちゃんボード、キラキラカチューシャとかつけてもいいかな。カチューシャは絶対つけたいよね。あとカスミンはぬいぐるみも持ちたいな。ぬいぐるみを持って乗り物乗るの？落としちゃわない？じゃあみんなで小さいぬいぐるみのキーホルダーをつけるのはどう？楽しそう。ポップコーンとかチュロスとかも食べたいな。アトラクションのお手伝いをして遊園地行こう。私、お願いしておくから。どんなお手伝いか知らないけど、カスミンたちにドーンと任せて。公開前のアトラクションを体験させてもらえるなんて嬉しいね。私たちの反応をもとに修正を加えていくそうですから、責任重大でもあります。そんなに気合い入れなくてもいいんじゃない？せっかくなんだし純粋に楽しもうよ。そうだよ、楽しもう、海ちゃん。そうですね、めったにない機会です。楽しみましょうか。だけどアトラクションってどんなものなんだろうね。見当もつきません。小鳥は何か聞いていますか？うん、でも学園を使ったアトラクションなんてワクワクしない？大掛かりな感じがしますね。ほのかも来たがっていたんですが、ちかちゃんとようちゃんも用事があって来れなかったんだけど、話をしたらすごく残念がりそう。ちかやようもアトラクションには目がないのですか？二人ともテーマパークなんかに行くとすっごくテンションが上がっちゃってついていくのが大変なんだ。ほのかちゃんと同じだね。元気なのはいいことですが、
はしゃぎすぎて見ていて心配になります。うちも同じよ。でもそんな二人を見てるだけで楽しい気持ちになるんだ。私たちもだね、海ちゃん。そうですね。そういう元気いっぱいな子が楽しいことを運んできてくれるのよね。うん、元気な子たちに感謝だね。では今回は私たちが楽しいことを運びましょうか。そうね、このアトラクションの感想をしっかり話さなくっちゃ。悲鳴が近づいてきた。すごい、やっぱりあなたにはわかる。コースが短いとあっという間に終わっちゃう。楽しい時間は長い方がいいから。そう？信じてなくはないかな。信じてるとも言い難いけど、お化けがいないって科学的に証明できてない以上、その存在を否定はできない。でもいると証明もされてないから、存在するとも言えない。あのね、お化けの存在は証明できないけど、確かなことはある。人は自分の意志で怖がりたいと考える。お化け屋敷もそうだし、ジェットコースターなんかもそう。だから今日はその非日常をみんなにプレゼント。最初はジェットコースターにしようと思ってたけど、あと1週間準備期間があれば。問題ない、大丈夫。リナちゃんボード、うん。じゃあこのタイミングでポチッ。それは見てのお楽しみ。じゃああなたも体験してみる？私すごく張り切っちゃう。そんなこと言うとみんな凍らせちゃう。ピューどう？キャーって言ってもいいんだよ。え？やっぱり怖くない？まあいいか。楽しく歌う雪女さんがいてもいいよね。本当にすごかったんだよ。ルビーたち最後は全員泣いちゃいそうだったんだから。ルビーたちがびっくりしてたところをもっと強化するって言ってた。ただでさえあんなに怖かったのに、あれ以上になるなんて。あのあとルビーまさか裏ジョモって少し怖くなっちゃった。
みんなあるね。そんなあっちこっちに七不思議なんてあるのかな。全国の学校に同じ階段があるっていうのをよく考えたらおかしいのかも。やっぱり作り話なんだね。よかった、安心した。何ができるんだろうね。みんな飛べるようになったりするのか。